いつも10件ラインというと9年に経って9件とか10件するけど、こういうふうに撮影してましたよね。でこれ以外の撮影ポイントっていうのが今まで10件うち9件うち11件うちなんていうとここしかないんですよね、この敷地内では。であと横使うと、まあ、あの撮影をどこまでするかにもよりますけども、まあ、6件ぐらいかな、真横からだと。この横のラインだと今まで5件っていうのをやりましたね。6件までいけるかな、6件ぐらいまでいけるかな、うん。あとどのラインかな。でまあ普通のね、4、5件ぐらいだとこのラインを使ってましたね。これで3件、4件、5件一番奥までいって6件ですね。このラインでまあ6件取れた。それからさっき一番長かったのこれずっと向こうまで行くと10件、11件取れるんですね、うん。まあもっと行くとね13件まで取れるんですけど、そんな投げてもしょうがないんで、まあ、10件うちはここでやります。9件、8件も。ただこのラインを今回使えるとですね、9件まで行けるんですよ、このラインが斜めの、うん。でこれを使ってます。初めてですね、こここのライン使うのは。このねこっちのラインは、7件、8件まで行けたかな。ただ撮影するときにかなり後ろに下がらなきゃならない。ここだとね楽々と、9件、8件、9件取れるんですね。それで一つ、改良しました。ちょっとね説明しづらいんですけど、これ台所の三角コーナーみたいになってるんですね。こうこう直角なんですよ。そこにこう45度に畳をやるんですけど、1枚だとねさすがに8件打ちだと、まあ、慎重に投げれば8件で畳一時を外さない自信はあるんですけども、まあ、何かの、ちょっと手違いとかね、ほんのちょっと手違いで100本に1本でもその、ね、例え100本に1本でも8件打ちを標的外したら向こうに行って草むらに行ってえらいことになったりとかするもんですから、うん。で畳を2枚立てたかったんですよね。で畳を2枚立てるときっていうのは、昔10件打ちでも畳2枚立てないで、なんだろう、90センチ四方ぐらいのちっちゃい的使って10件打ちとかやってたし、まあ、畳1畳でも私の畳ってこれ80しかなかったりするんですよね。横が90はなくて、うん。で、何の話だっけな。さすがに8件9件っていうのはちょっとね気楽にというか、たとえ外してもね畳1枚外してもいいぐらいの気持ちでやりたいので、今回2面立てますけど、さっき言ったようにあそこ三角コーナーみたいになってるんですよね。だからこの畳普通こういうふうに2枚立てたらもうこうなってね、扉みたいにバカーンって向こうに倒れちゃうんですけど、すごく今回すごい、いい道具があったんですよ。ちょっと見えにくいかもしれませんけど、ここにね鋼鉄のこういうフェンスありますよね。グリーンのよくこういうフェンス、このフェンスの部品があったんですよ、余ってて。まあ、うちのフェンスを修理した時に余った部品なんですけど、こういうよくね網越しになってるこういう、こうやればわかるかな、グリーンのがなんか板が入ってますよね、ここに。これでこの2枚の畳を、あんな風にね釘で穴に刺して支えたんですよ、両方、こっちとこっちはね。でそういう風にするとこれが、押してもですね大丈夫なんですね。ということでこの三角コーナーみたいなところに、畳を2連結して安定させることができたんで、これで斜めに使って、8件9件打ちができるようになりました。とりあえずですね目印をつけました。まずですね5件の位置がこれなんですよ。標的から5件の位置にバドミントンの羽がありますね。5件、次これが6件の位置、次7件の位置で8件の位置でギリギリ9件ですね。9件以上ちょっと下がれないですね、うん。こっちにも駐車場になっちゃってますね。9件、あれが9件1ですね。9件、8件、7件、6件、5件で4321、まあ歩くと分かりますんでやってみますね。そこが9件ですね。で8件からやりましょう。8件からこの8件から的まで歩くと分かりますんで、ここを歩きます。
じゃあ、まあ、分かりやすいとこ測りましょうね。あ、そこ、ここ、ここ測りましょうかね。180ですね。約1件です。まずちょっと肩慣らしですね。今うちにあるあの長剣の中で一番短いのを使いますね。これがね、27センチで、一番短いのは 26.5 っていうのが混じってます。で、まあ、あのこの27センチの剣っていうのは前にこれ1回やったことがあって、8剣距離から5本投げて、まあ4本ぐらい刺さるのは、試したんです。それ以下ってことはないんですよね。この剣の場合ですね、3、4、5、6、7ぐらいだったらどうってことないんですよね。ちょっとあのコントロール若干あの乱れてますけど、まあ、3件、4件、5件、6件、7件で交代して距離変えてもまあいいんですけど、8件が辛いですね、これね。あとはですね、これ結構何度も経験してるんですけども、それであの生徒さんにもよく言うんですけどね、指置きになる、まあ、中指なら中指、人差し指なら人差し指、これのね、爪がね 0.5 とか1ミリだったらもう長いですね。いつもよりその、爪を切ったところより 0.5 ミリぐらいね、長いと影響するんですよ、これが。だから今ちょっとヤスリで磨いたんですね。ちょっと爪が伸びてたんで。ってな具合で正解ですね。やっぱ爪が 0.5 ミリ伸びてたせいで刺さらなかったんですね。今これ4本刺さって、まあ、5本目をちょっと突っ立ったままいっちゃいましたけど、爪が長すぎる以外は、あの毛が軽い、いつもより剣が軽いとどうしても動きが速くなるんで誤差が生じるので、まあ刺さらないと思ったら動作をゆっくりするっていうのはどこの距離でも同じです。まあ、こんな風に動きをちょっと遅くすると、やっぱり4本投げて4本、8件距離から刺さったわけですね。
今ハイスピードカメラで見ると8件で剣が少し斜め、少しというか45度ぐらい斜めになってて、これはアウトなんですよね。8件距離までは比較的剣は垂直っていうのが原則ですので、もう一回ハイスピードカメラで撮り直します。それでこんなふうに調子が出てくるっていうか、調子が出てくるって言い方は間違ってるな、基本通りに、間違いがなくなったらば、ここから少し速度を8件とはいえ速くしてみるわけですね。今まではですね、26センチ半ぐらいですね、265ミリから270ミリの若干規格より短い剣を使ってたんですけど、ここからですね、規格の29センチ、290ミリの剣を使いますんで、ここ7剣、これ8剣1ですね。だから5、6、7、8ってちょっと打ってみましょうか、試しに。で、やっぱり29センチだと7件8件って楽なんですね。言うこと聞くんですよね。あんまり考えないで投げても。